フェリックス・フォンダションによる人の肌の色のカラーチャート効果ソイドに多い身体色、白い肌、金髪、壁眼白色人種に多い黄色人種に多い黒い目、パーソナルカラーとは、その人の生まれ持った体の色と雰囲気が調和した色のことであり、人それぞれ個性が違うように似合う色も、それぞれ違うとする心理学的理論に基づく、心理観のことである。似合う色を見つける。 診断のことをパーソナルカラー診断と呼び、それに従った似合う色を身につけると顔色が良く、生き生きとした表情に見え、似合わない色を身につけると顔色が悪く元気がなく、疲れた印象に見えてしまうという性格のものである。これは1980年代にアメリカから伝わった神秘観で、 人間の目の色彩認識機能とそれによる感情変化の傾向を研究し得られた心理学的な理論であり、今日では日本でもそれが広く支持され、特にファッション業界が顧客に似合う色の選定方法を説明するために頻繁に使用されるようになった。パーソナルカラーは1920年代の色彩の芸術理論が元になっている。アメリカのデザイナーであったロバート・ドアは 自然界の色はすべてブルーベースとイエローベースに分けられ同じグループの色は調和すると提唱した。また、スイスのヨハネス一点は自然界の色の中にすべての色彩の源があり調和するという理論が出されこの2点がパーソナルカラーのルーツとなっている。なお、アメリカには白人女性のみをターゲットにしたカラー診断サイトが数多く存在し日本も 同様に日本人女性を診断するサイトが多い。ロバート・ドア・メソッド、ブルーベース、イエローベースとは自然界に存在する色はすべて二つのグループを同じグループに属する色同士は調和し合い、別のグループに属する色とは調和しないという配色調和、不調和の原理原則をもとにした実用色彩調和システムである。自然の造形物はべてこの原理原則に沿った 配色調和で構成されており、ブルーベースの配色調和か、イエローベースの配色調和で構成されている。調和の取れた配色は、心地よい美観を感じさせ、心理的生理的に、快の状態をもたらす。不調和の配色は、美観を損ない色彩ノイズを発生させ、心理的生理的にも、不快の状態をもたらす。という理論である。日本人女性においては、 ブルーベースとイエローベースの割合は均等に近く、工述する4シーズン分類で言えば、ブルーベースのうちの夏タイプが最も多いとされている。以下に一般論における日本人女性のブルーベース、イエローベースの身体的な特徴を示す。ブルーベースの特徴ブルーベース小色が得意な人には、蒸気の特徴に当てはまることがあるが、例えば手のひらの色が黄みがかっていたり、 日焼けをすると黒くなるタイプの人でもブルーベースの色が得意な人は多くいる。イエローベースの特徴春の庭夏秋の紅葉冬。これは似合う色の範囲を4シーズン、春、夏、秋、冬のグループに分け、その中から似合う色のグループをアドバイスするという考え方の元となった理論である。彼の その人が好む配色や色彩は、その人の外見的特徴や性格と一致するという考え方をもとに、春夏秋冬の四季の色は誰にでも思い浮かべることのできる、わかりやすいイメージだという理由で、パーソナルカラーは4つに分類されることとなった。これを、ロバート・ドア・メソッドの2分法と単純に掛け合わせると、パーソナルカラーのパターン数は2、4で8タイプとなるが、 実用的にはそれを簡略化し、春と秋はイエローベースに、夏と冬はブルーベースに、それぞれ類似するとし、その人に似合うパーソナルカラーのパターン数は、春、イエローベース、夏、ブルーベース、秋、イエローベース、冬、ブルーベースの4タイプであるとして扱われることが一般的である。服飾などのアパレル分野ではこの4分法が適用されることが多く、 化粧品などのビューティー分野では、先の2分法が適用されることが多い。16タイプカラーメソッドは、全日本カラースタイルコンサルタント協会の理事長で、ある、花岡文雄が創始し特許を取得した、パーソナルカラー分類法であり、西洋人向けであった4シーズン分類法を、全世界の民族に対応できるよう改良したもので、ある。このパーソナルカラー診断では、色相 サイド、メイド、濁の視点から、4シーズン分類法の1シーズンを4タイプに分割。計16タイプに細分化することで、パーソナルカラー診断の正確性を上げることに、成功した。16分類16分類の詳細は、以下の通りである。春の4タイプ夏の4タイプ秋の4タイプ冬の4、タイプファーストシーズン、セカンドシーズン16タイプカラーメソッドにおいて、 一番目に似合う色のグループをファーストシーズン。同じ色の特徴を持つ二番目に似合う別の色のグループをセカンドシーズンという。これは自分に似合う色の共通点を示すことで、色選びの幅や自分に似合う色の特徴をより明確にすることを目的とした表記である。また、必ずしもセカンドがはっきり出るというものではなく、セカンドがほぼ存在しないものもいる。 さらにファーストがイエローベース分類で、セカンドがブルーベース分類、またはファーストがブルーベース分類で、セカンドがイエローベース分類であるパターンも多い。グリーンベースとはファーストがイエローベースで、セカンドがブルーベースのもの、あるいはファーストがブルーベースで、セカンドがイエローベースのもの、特にその配分が均等に近いものを指す属性である。 色をまたいでいると表現されることも多い。グリベの特徴としては、黄身、青み灰みといった多様な要素を持つことから捕食による影響が強く出やすいことが挙げられる。また、色選びの際には、色相よりも明度や彩度を重視することが推奨されている。以下に、一般論におけるグリーンベースの特徴を示す。誤った情報やベとブルベの要素を持っていることから、 全ての色が似合うという情報も出回っているが、それは特徴にも示した通り間違いである。また、グリベに似合う色は、サイドの高い赤やグリーンとの情報もあるが、それはビビットトーンの特徴であり、全てのグリベに適用される情報ではない。前述したように、適切な明度やサイドを意識した色選びが重要であるため、グリベである色をまたいでいることよりも、 どのトーン分類であるかを重視すべきである。パーソナルカラー診断は本来、ドレープと呼ばれる色布を肌に当て、プロの診断士が診断を行うものであった。しかし近年では、店頭で店員が目視で行う診断や、インターネットを使用した診断、簡易化された情報をもとに自身で診断を行う、自己診断なるものが多く広まっている。それに伴い誤った情報の拡散や、 パーソナルカラー診断時に誤診が発生する機会も増えている。いかに代表的な誤った俗説や誤診を生みやすいポイントを記す。日本人イコール君肌イコールイエローベースであるといった俗説は間違いである。まず君肌は肌色の色調であり、パーソナルカラー理論とは異なる分類である。君肌でイエローベースの場合もあれば、君肌で ブルーベースの場合もあるため診断の際には注意が必要である。また、色白イコールブルーであるといった属説も間違いである。前述した通り、パーソナルカラーやそのシーズン分類によって、日焼けの傾向や肌色の変化には違いがあるものの、色白色黒といった肌色の色調とは異なる理論である。色黒のブルーベースのものもいれば、色白のイエローベースのものもいるため、 混同すべきではない。加齢により肌がくすみ、パーソナルカラーが変化するという情報が出回っているが、これは間違いである。若年者は肌の水分量が多く、張りがあるため肌のトーンが明るい。それにより適切なパーソナルカラーではない色味も一見、似合うように感じやすく、結果的に誤信を生むことが多い。つまり、加齢により、パーソナルカラーが変化するのではなく、 若年時の診断に誤りがあったという表現が適切である。照明光には自然光と人工光が存在し、それぞれの照明によって色の見え方は大きく変化する。赤身の成分が強い白熱電球化や青みの成分が強い傾向をランプしたといった人工効果では誤芯が発生しやすいため、パーソナルカラー診断は色の波長が均一に含まれる。 太陽効果で行うことが推奨されている。また、インターネットやアプリ上に写真をアップロードし、診断を行う、ネット診断は、光源とは別に、カメラ本体の性能やフィルター補正効果、周囲からの反射による、色味の影響も発生する。黄色が似合うから、イエベ、ピンクが似合うから、ブルベといった判断は、誤診を生みやすい。黄色の場合、バナナイエローは、 イエローベースの色味群であるが、レモンイエローは、ブルーベースの色味群に分類される。同様に、ピンクの場合、チェリーピンクは、ブルーベースの色味群であるが、カーネーションピンクは、イエローベースの色味群である。ライトスプリングとライトサマー、クール、サマーとクールウィンター、ビビット、スプリングとビビットウィンター等。明度や彩度が近い色味群は混同されやすく。 またセカンドシーズンである場合も多いため誤信しやすい。春タイプは明るく、クリアな色、夏タイプは淡いパステルカラー、秋タイプは深く、ゴージャスな色、冬タイプは鮮やかではっきりした色といったカニーナ、基準は、イメージによる偏りが多く、誤信につながる。例えば、淡い色味を得意とするライトスプリングは春タイプにも、かかわらず前述した典型的イメージ基準では夏。 タイプだと誤診されやすい。また、青みの強い色味を得意とする、クールサマーは夏タイプでありながら冬、タイプと誤診されやすい。持って生まれた色素の特徴を見ること。色素は一箇所だけではなく、肌、目、髪トータルで判断すること。好き嫌いで判断しないことが重要である。ありがとうございます。